やってるんでね、これ未来英語こんな感じになるのかなっていうふうに思っておりましたけども、実際のところね考えたらこれがもう次の18切符がなくなったらこれができなくなるっていうことですよ。でね、ある日突然なくなるんやなっていうのがね、もう究極の時に思ったんです。あのね、59年2月592体制の頃ってね、確かに8人4列車なくなったけど、参院も12件だったけど、そのまだ全国に休憩を貸してたんで、レールマガジンがね、面影色の汽車っていう企画をね、59年の4月か5月かにあったんですよ。今やったらまた全国で乗れるみたいなこと書いてあってね、いやいや、休憩は別に普通に全国走ってるやろって僕は思ってました。で、59年、まあ、60年3月前にね、大阪駅とか行って福知山線の休憩とか見てても、そんな写真撮るのもう無駄やなって正直思ってましたわ。それがね 60.3 でいきなり北海道と山陰だけになってしまってね、でその翌年にはなくなったわけですよね。それを考えると、まあ時代っていうのも急にポンって徐々に変わっていくように見えて、こう特にまあ鉄道なんでダイヤ改正ごとに変わるわけやから、1年間2年間はずっとその体制のまま行くわけですよね。で、まあ、今ここで普通に18切符でここで来はるようなの乗ってっていうのは、もう正直97年とか8年間にここ12系がなくなって以来全然変わってへんわけですよ、20年以上なんで。なんか人間は10年変わらへんかったらなんか永遠に続くと思うみたいなんで、なんかこれって、まあ、ずっとこんな感じかなって多分思ってるんですよね。そうじゃないぞって分かっていても感覚的にはなんかそう思ってるんです。でこれが実はこの4月10日今日を最後に、まあ批判よんだな、まだもう何年かもうちょっと使うやろうけど、とりあえず18キープでこうやってダラダラ来てね、え2000円何がし言うたら、もうほんま小遣いじゃないですか。小遣い程度でとりあえず酒飲みたいから席料や思って18切符で行くっていうのは、そんなことをやってましたけどね、そんな言い方が やり方できへんようになるかもしれないわけですよね。そう考えると、まあ今は昭和、ある意味昭和60年3月ダイヤ改正直前ぐらいなのかなっていう感じかもしれませんね。